検察官が盗撮の疑いで逮捕されました。埼玉県の越谷区検に所属する副検事川本光弘容疑者は8月下旬静岡県御殿場市の露天風呂で男湯と女湯を隔てる壁の上に小型カメラを設置し女湯を盗撮した疑いが持たれています。調べに対し容疑を認めているということです。